北中米ワールドカップアジア二次予選第4戦の日本代表対北朝鮮戦が没収試合となった問題で、国際サッカー連盟 FIFA は2日、北朝鮮サッカー協会に1万スイスフラン、約167万円の罰金支払いを命じたと発表した。写真、お相手が J1 選手だったと話題に、元アイドルの女優が2ショットで結婚報告。FIFA によると、 処分は適用規定に照らして様々な事実を分析した。結果、規律委員会委員長が下したという。当初3月26日にアウェーで行われる予定だった日本対北朝鮮戦をめぐっては、同20日に北朝鮮側が突如、平壌での開催を拒否するレターをアジアサッカー連盟、AFC に送付し、開催可否の問題が浮上。 試合の扱いに関する決定を付託された FIFA は23日、延期試合を行わないことを発表していた。対応に追われていた日本サッカー協会、JAFA は3月30日、FIFA から同試合が没収試合となり、北朝鮮のゼロの三不先輩とするという処分の決定がなされたと発表。追って今月2日、FIFA 公式サイトで北朝鮮側への処分が初めて発表され、 罰金も課されたことが明らかになったなお今回の発表ではさらに重い処分は触れられておらず大会追放は免れたとみられる最も北朝鮮は6月シリアとミャンマーとのホームゲームを控えており開催地の決定は難航しそうだ